カーテン選びは、超めんどくさい。時間と予算をたっぷりかけて、100点満点の高級カーテンなんて目指さなくていいから、ニトリで一番マシな、80点のカーテンをサクッと教えてくれよー。ということで、見つけてきましたニトリ最強のカーテン。ズバリ商品名はノーブルサンベージュ。安くて高性能で相手地味、余計なことをせず無難の最適解。視聴者様にも大好評だったおすすめモデルなのですが、2022年ニトリの商品リニューアルに伴い、廃盤になりました。己ユルサンゾリク80。現時点では、通販ではほとんど完売、実店舗ならそこそこ残ってる、くらいの状態なのですが、在庫がなくなるのも時間の問題ですな。ですので今回、次の一手といたしまして、リニューアル後のラインナップの中から改めて、新ニトリ最強のカーテンを選出いたします。店頭在庫なんて探してられない。どうせカーテン揃えるなら新商品にしたい。旧ニトリ最強のカーテン普通に知らなかった。みたいな方はよかったらご参考にしてくださいませ。見せてもらいましょうかね。ニトリのカーテンがどこまで戦えるのかをね。様子のおかしいインテリア店。ニトリ最強のカーテンが、満たすべき条件、遮光等級1級選択 OK など、楽ちん便利であること、無地柄地味色など、余計な情報量を増やさないこと、膨張色ベージュ系など、圧迫感を出さないこと。ういうい、旧ニトリ最強のカーテンと同じ基準ですな。ということでニトリ店舗にて、現行モデルの全商品をチェックしてきたのですが、残念ながら、該当するカーテンはゼロ、でございました。ゆっくりインテリア、感。まあ、事前に条件を定めてるわけだから、必ずあるとは限らないですわな。それもまた現実なり、なのですが、なんと今回特別に、ボタンを押せー。実は店頭には売ってない、ネット通販限定商品の中に、条件を満たしているカーテンがあったんです。うおー、逆転演出、遮光等級1級選択 OK 無地柄ベージュ系、その全てを満たした、新ニトリ最強のカーテンはこちらだー。商品名、RD002 ベージュ。覚えにくい名前、ニトリネット通販限定のアイテムだから、商品名が全くキャッチーじゃないんですよね。業者向けみたい。旧ニトリ最強のカーテンと比べるとこんな感じ。どちらのカーテンも条件は満たしているのですが、旧の方が、こっくりしたムラのあるアイボリー寄りのベージュ。新の方が、さらっと癖のない爽やかな茶系のベージュですね。写真で見ると結構雰囲気違うけど、肉眼で見比べたらあんまり違いがわからないですね。厳密に言うと、旧の方がちょい秋冬っぽくて、新の方がちょい春夏っぽい、という印象の違いもあるのですが、一般家庭の感覚では誤差レベルだと思います。最初から新の方のカーテンが売っていれば、こちらだって自信を持って、おすすめのカーテンとしてご紹介していましたよ。特にどっちが上ってことはないくらいの感じね。ただしこのカーテンとんでもない弱点がありまして、デメリットは最初に言って、ネット通販限定の商品なのはともかくとして、通販限定すぎて、実店舗に行っても、記事サンプルが一切見れないんですよね。そんな商品ある？どんな雰囲気の記事なのか、実物の色合いや質感を知ってから注文したい、というのが普通だと思うんですが、実際に注文して、届いてみるまでわからない、ってニトリの店員さんに言われちゃいました。嫌われてるんじゃない？なので皆様大変恐縮なのですが、言われるがままに通販で実物をゲットした、Y が撮った写真、を参考の足しに使っていただけませんでしょうか。特大級のデメリットやんけ、個人的には自信を持って魅力があるよとご紹介できるアイテムなのですが、インテリアの最終奥義、悩みそうなら店舗で実物見てね、が言えない禁断のカーテンですので、慎重に検討してから注文していただけましたら幸いです。絶対オシャレだから信用しろって言うんじゃないんかい。インテリアに絶対はない。様子のおかしいインテリア店。とりあえずわかりました。RD002 は考えてみますんで、先生はもう帰っていいですよ。そんな態度をとっていいのかな。なんだと？実はニトリの通販限定アイテム、条件を満たしたカーテンが、もう一点だけありました。前述の RD002 よりは癖玉なのですが、好みに合えば掘り出し物なので、こちらもぜひ比較検討に加えてくださいませ。せっかくだしチェックしてあげましょうかねー。二つ目の、ニトリ最強のカーテンはこちらだー。RD001 ベージュ、遮光1級選択 OK 形状記憶保温遮熱防炎カーテンです。またそんな商品名、こちら開封時に思わず声が出てしまったくらい、めちゃめちゃ高級感のあるカーテンでございます。ほんまやなにこれ、ブランドっぽいというか、ニトリっぽくない生地ですね。肉厚で上品な光沢のある起毛素材が、すごーく高見えする風合いなんですよね。お部屋でこのカーテンを見て、ニトリ製だと言い当てられる人は、プロでもなかなかいないと思います。まさにお値段以上、誤解を恐れずに表現するなら、新ニトリ最強のカーテン、といったところでしょうか。その芯の使い方していいの日本で一人だけですよ。めちゃくちゃいい感じに見えますけど、さっき好みに合えば掘り出し物とか言ってませんでした？それね、基本的には完全にニトリの壁を越えてる良品なのですが、前述の新カーテンと比べると、ちょっと北欧っぽい、ちょっとフェミニンっぽい、という癖があるんですよ。ほーん、まず色味がグレイッシュです。普通のベージュじゃなくてグレーが混ざったベージュってことね。グレイッシュは北欧インテリアを象徴する、強めのトンマナなので、北欧風にしたくない人には不適です。はいはい、アメリカ風にしたいのに強烈に北欧風のカーテンは使えませんものね。次にフェミニンっぽさ、しっとりと滑らかなツヤのある生地、繊細な落としどころの中間色、プリーツの折り目が目立たない仕様で曲線を強調、とにかく女性的中性的な印象を受けるデザインなんですよね。はぁ、気づかなかったけど言われてみればそうかも。乱暴に例えるなら、フランフランが喜びそうなデザインです。それは言われてもわからんが、もちろんそれは独自の魅力でもありますし、今時男子だって中性
的な部屋作りくらい普通にするんですが、男前の部屋が好きなのに、うっかりこれを買っちゃうと、思ったより中性的すぎて、イメージと違うかもなのでご注意です。メンズらしさ全振りのザー男部屋で、カーテンだけガーリーだったらびっくりしちゃいますもんね。ガーリーとまでは言ってない。最初から北欧風やフェミニン系が好きな方なら全然 OK なのですが、お部屋に武骨さ男らしさを出したい方は、前述の新カーテンの方が、ザラッとした質感の爽やかな印象でおすすめですよ。新ニトリ最強のカーテンの方が、万人向けのカジュアルタイプみたいなイメージで、新ニトリ最強のカーテンの方が、条件限定のジャンル特化タイプって感じですね。ワイはジャンル特化タイプも大好物ですよ。様子のおかしいインテリア店。というわけで、ニトリさんの商品リニューアルに伴いまして、改めて選出しました。新ニトリ最強のカーテン、新ニトリ最強のカーテン、2モデルのメリットデメリット解説でした。割とこれで十分だと思います。RD002 と RD001、遮光一級や洗濯 OK などの便利な機能はどちらも備えております。そこで差がついたらまたややこしくなるもんね。好みやお部屋との相性もあるので、一概にどちらの方がおすすめとは言えませんが、どちらかから選ぶのは非常におすすめですので、よかったらご参考にしてくださいませ。ではでは本日はこんなところで、旧ニトリ最強のカーテンをせっかくチェックしてくださったのに、在庫切れだったという方ごめんなさい。最後に謝罪で締めるスタイル。いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。